台湾の流門原発での第三世代炉の建設風景。1台あたり135万キロワットの発電が可能になっている。第三世代原子炉は第二世代原子炉の運用中に開発され、各種の第二世代炉の設計をもとに進化的な改良が組み入れられた改良型の原子炉の設計。改良された燃料技術、優れた熱効率、受動的安全システム。 メンテナンスとコストの削減のための原子炉設計の規格化などが特徴となっている。炉の技術の改良の結果、第2世代炉に比べ長い運用寿命を得ている。第2世代炉の当初の設計寿命が40年、実質的な運用寿命は80年以上に伸ばされているが、第3世代は当初設計では60年の寿命であり、完全な分解点検と、 圧力容器の交換までの寿命は120年に延長できる。さらに、炉心損傷頻度は第2世代炉より低く、欧州化圧水型炉では年に10億本のうち燃料棒の損傷が60本ほどとなっており、S ブルでは年に10億本のうちの燃料棒の損傷は3本ほどとなっている。これは第2世代のニエ水炉の年間10億本のうちの 燃料棒の損傷1万本に比べ非常に低くなっている。安全装置としては多くが受動的な緊急炉心冷却システムを導入している。これらは多くが重力や原子炉の熱を利用して外的要因抜きに原子炉を冷やす装置であり、すべての冷却装置が故障した際に72時間はこれらのエネルギーで炉心の冷却が測れるようになっている。 これらの時間稼ぎの間に原子炉の根本的な修復に取り掛かれるとされる。第三世代原子炉もさらに安全性の向上が進められており、緊急炉心冷却装置の前面に受動的な安全装置を利用する形式の原子炉は第三世代と呼ばれる。現在提唱されている第三世代原子炉の形式の多くは冷却炉に水を用いている。 以前からの沸騰水型、加圧水型の改良型が多く、多数の会社によって様々な原子炉が設計されている。原子炉の大型化、効率化によって、第三世代原子炉の多くが出力が強化されており、第二世代に気分程度の発電能力を持つものも存在する。最初の第三世代原子炉は日本において建設され、同時にヨーロッパで建設が認可された。 第三世代である、ウェスティングハウス社の AP1000 原子炉は、中国、石膏省三門県で2013年からの運用が計画されているほか、米国では4基の建設計画が認可される見通しとなっている。第三世代は安全性、経済性で、第三世代に勝る重要な改良が行われた、改善型の原子炉設計で、1990年代に NRC に公認された。 ありがとうございます。